NTT 東日本関東病院は東京都品川区で東日本電信電話が運営する企業立病院である。1999年、それまでの関東低診病院から解消した。東京都品川区、大田区における地域がん診療拠点病院、また東京都災害拠点病院に指定されている。病院は1952年1月。 日本電信電話校舎の職域病院、関東停心病院として開設された。1986年6月以降は、保健医療機関の指定を受けて一般に開放され、NTT グループ社員に限らず、誰でも利用できるようになり、1999年7月から現在の名称となった。2000年12月に完成した現在の病院は、 約600床の病床を備えた地上11階、地下4階建ての建築物である。地下は主に150台収容の外来患者向け、未満面会社向け有料駐車場。2階には、サービス施設として、コンビニエンスストア、軽食レストランとして、ガーデンカフェ、利用室、土日も、稼働の水保銀行 ATM などがある。また、一部の病棟を除き、 入院中の食事は選択制をとっており、さらに差額を払うことによって、焼きたてパンやひきたてコーヒーなどの特別食も提供される。最上階の11階はセキュリティを重視した特別病棟で、差額ベッド料約4万円、約13万円の特別個室がある。また、希望によって、病室の優先インターネットを廉価で利用できるが、 乱回線に限りがあるため誰でも利用できるわけではなく、ノートパソコン持参者専用であり、入院後に病棟で申し込みし、ベッド脇にモデム設置が必要。外来ロビーや病棟のデールームにおいては、NTT グループ各社の公衆無線ンサービスが利用可能であるが、必ずしも回線状況は良いとは限らない。病院は2007年、雑誌記事の病院ランキングにおいて、 生路科国際病院に次ぐ総合2位として紹介されたことがある。その他、ガンマ内フ治療の普及を推進している脳神経外科が対外的には有名である。また1976年に国内初のペインクリニック科を創設した。2011年3月、国際病院評価機構であるジョイントコミッションインターナショナルによる認証を取得した。 2012年6月15日、敷地内のレストラン棟に、NTT 東日本関東病院、谷田食堂がオープンした。現在は、ガーデンカフェ、池田山が、同レストラン棟にて営業。ありがとうございます。